どうも、クーニンです。本日はですね、メンバーとのゆるい企画です。最近ですね、またコロナの影響でメンバーとのね、リアルコミュニケーションが減ってるんですよ。やっぱ試合後とかね、やっぱりご飯とか誘いづらくて、減ってる。それを今回動画の力を使って補おうという、そういう企画です。大体いつもですね、試合後のね、そのご飯とかでメンバーのなんか不満を聞いたりとか、まあ調子とかね、どんな感じなのっていうのをね、結構話す中でこう知っていくのが、まあ僕のやり方なんですけども、ちょっとそれができないでしょう。だからもう試合前の限られた時間ですけども、マネージャーさんにお願いしてちょっと動画回してもらって、まあ、調子とかね、あとなんかクーニンに言いたいことあればちょっと撮ってきてっていうふうにお願いしたんですよ。でまあ今日はそれを一緒に見ていこうと思ってます。結構自分で言うもあれなんですけども、まあ、寂しがり屋なんですよ。マジコロナふざけんなよって感じなんですけど、早く訪れてほしいな。昔みたいに全然用もないのに若林を呼び出すとか。まあ、ちなみになんですけども、どんくらいですね、僕がメンバーとコミュニケーションしてるかというと、ご飯食べるとか飲み会ってなったら、まあ、自分が出すんですけども、大体そのメンバーとね、飲むときって僕、使う、クレジットカードとかね、変えてるんで、大体わかるんですね。なんとね、年間で、115万ぐらいね、クーニンズメンバーとのね、ご飯とか飲み会とかでね、消えてるんですよ。2019年、やっぱ日本一に初めてならしてもらったときに、やっぱイエーってみんなで焼肉行ったんで、その時ね、20万ぐらい行ったんですよ。まあそういうスポットでドーンと大きいのもあるので、まあ年間それで100万超えてしまうのはまあしょうがないのかなって思うんですね。で特に自分ね、こう今見てもらったら分かるんですけども、身につけてるもんとかね、しょうもないでしょ。高い時計が欲しいとか、高級な服が欲しいとかあんまなくて、特にその欲しいものがあんまない。無趣味ではないです。趣味は結構あったりして、まあそれこそ今だと鬼滅にめっちゃハマってます。まあ言っても鬼滅ぐらい、言ってもそんなね、めっちゃ大きな金額にはならないので、まあまあそれはちょっと全然話関係ないんで、じゃあ早速ですね、ちょっとそのマネージャーに取ってもらったメンバーのちょっと近況報告を見ていきましょう。どうもクーニンです。はい、どうも。若林がまだ滑ってますね、相変わらず。最近はちょっと、まあ、やっと先発もさせてもらえるようになったんで、はい、まあそうですね、なんか調子っていうか、まあ、またさらに野球が楽しくなりましたね。結果が楽しいですよね。そうだね、今年さ、まあ、クーニンのクーニンさんのせいで、あいつね、絶対言ってますね。見えないところで絶対クーニンって毎回呼び捨てしますよ。これね、イエローカードです。ああ、これはもう3試合ぐらい出場停止やな。オリさんはどうですか。オリさんオリさんは、オリさんは自分の方が自分で言うスタイル。目の調子が悪いです。乾燥の時期入ってなんか結構ドライアイ気味なんで、ドライアイな、球が歪んで見えます。全部ムービングファストボールみたいになってたんですね。でドライアイで、確かに。ただ目薬はめっちゃ調子ちゃんと市販の目薬使ってます。打席入る前は結構繊細ですよね。繊細。わかわかは僕はもう絶好調ですよ。常に。でも今年1年間安定していいもんね。確かに今年は1年間安定して調子がいい。どうなんすかね。やっぱ18番やっぱ違います。よくないな、その18番いいわ。ちなみに背番号は何番がいいんですか。俺、僕は20番いますけど、28番にいつか変えたいんですよね。何ですか。いや、あの丹羽達也の28と、あの西武の森脇さんが28だから。なるほど。背番号を変えるってなったら、クーニンさんにもやっぱ手間かけるから、まあそれなりのやっぱ結果残してから変えたいですってね。なるほど。変えれないじゃないですか。まだまだ遠いな。まあ別にね、自分でユニフォーム買ってね、背番号変える分にはいいですよ。なんかそれがね、なんか活躍したらユニフォームの背番号変えてもいいみたいなね。ちょっとリオでね、特例作っちゃったからね、まずいんですよね。あいつ背番号5からね、あの MVP 取った年に11番にしたいって言って、まあなんかちょっと頑張ってくれたしと思ってやったんですけどね。そしたら、活躍したらみんな背番号をなんか変えれるみたいなユニフォームの。いや違う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 、自分で買ってくれっていうね。今リオさんは11に変わりましたね。僕も18に変わったばっかなんで。おオリさんも次は何番ですか。9から高さんから7もらおう。え、オリ7なのか。移動しようとすんな。かっこいい。オリ7いいな。オリ7いいっす。それちょっとブランド名でもあってかっこいいかもしれない。オリカさん、これはやりましょう。あのオリセブンっていうブランド作って、あの徳さんのね、店内 T3 みたいに売りましょうか。オリカさんやし売れるんちゃうかな。まあ、ブランドをね、実際タイアップしてね、やりましょう。オリセブン、これね、
皆さんもちょっと来たいんじゃないですか、あのアパレルね、アパレルメーカー、新アパレルメーカーオリセブン、皆さん交互期待です。中さんはどうなんですか。調子悪くないんだけど、打たれまくってるからいいって言えないね。毎年レベル上がってますから、企業だったりとか。僕とどうなの調子。いや、僕もいいんか悪いんか分かんないです。いいんか悪いんか分かんない。不思議ちゃんです、クーリンズの。でも最近ほんまらもう年取った取ってきたのがもうめっちゃ分かるから。今まで火曜日ぐらいにはもうブンブン回れるのに、回す肩回るのに、こうやって木曜ぐらいも残ってるもんね。やってますよ、サポーター両方してふくらはぎもやってますよ。体のケアの話しかしないっていうね。さっき の, あの若林とか の, あのグループと全然ね、通えないよ、違いますね。まあ、ちょっと自分もでも足とかは全くサポーターもしてないから、ちょっとしていこうかな。全然足は元気なんですけどね。最近の調子は調子いいです、とっても調子いいんや。調子いいイメージないけどな。ね、でも普通です。現状維持。何の現状。1割維持めっちゃいじられる、まあ、今年の8月、9月ぐらいまではめっちゃ悪かったんですけど、まあ、最近はまあいい感じになってきてるのかな。最近慣れ始めたね。最近軟式野球には慣れ始めました。ハモってるわね。ハモってるし、そしてまあね、あの芹沢っていうね、イカイダーの同級生がいなくなって、芹沢の友達の小野寺が入って、まあ、小野寺、イカイダ同級生だから、まあ、イカイダも嬉しいんでしょうね。中でも新しいメンバーと、そうやってイカイダっていうね、まあ、古いメンバーがこう仲良くしてるのを見るとね、ちょっと監督としてはほんわかする。もっと仲良くしてってね、思いますね。で、俺も一緒に入れてってね。あ、V まだあるね。なんやろ。試合とか、行って試合会場で、いち早く、キャッチボールしようっていうのをやるとしいです。まだ何もアップしてない状態でキャッチボールしようってやって、めちゃくちゃ離れてくるんですよ。何も準備できないのに、それをちょっとやめてほしいです。以上です。そうです。ピッチングが好きすぎるんで、今もそこでやってるんですけど、試合中とかも監督に投げ始めちゃうんで、そこだけはやめてほしいですね。これ文句です。文句です。最低。以上です。ありがとうございます。まあでもね、イカイダね、それはね、申し訳ないけど、これはね、やめないかもしれないですね。というのもね、これね、やっぱね、来た瞬間からできないとダメだと思うね。あの別にその超強く投げてるわけじゃないから、あのある程度ね、ノーアップでも動けないとやっぱ大事な人守れないから、まあ、自分もね、学生時代ね、あの警備員のバイトしてる時に、まあそれこそ守る仕事でしょ。ちょうどね、モールで警備した時に本当にガチでね、おばあちゃんのね、バッグをひったくったね、犯人がいて目の前通っていったんですけど、やっぱね、そういう状況が起きるって頭想定なかったから、ちょっと固まってね、折っちゃうんですよ。で、だいぶ後から追っかけ出すっていうね。だから結果ね、その時はね、守れなかったんですけども、まあ、そういうやっぱり準備がね、できてないとダメですよね。イチローさんも言ってますけど、まあ、野生のライオンはあのじゃあ筋トレするのかってしないですよね。野生のじゃあライオンはアップするのかって言ったらしないじゃないですか。クーニーがね、来た時にもうまあ来るなっていう想定で作っといてほしいなっていう、まあまあそれも一つ準備ですかね。第1回であの着いた瞬間にキャッチボールしようって言うから、ちゃんと作っといてください。お願いします。でまあ試合中のね、ちょっとキャッチボールね、あの確かにものすごい他のメンバーにも言われたんですね。この前もあの試合中にね、ちょっとやっちゃって、まあある意味選手は任せてたんですけどね。でも本当気がついたらですね、あのオッチが半泣きのお顔であのマウンドに立っててやべえってなってたっていう。すいませんでした。一番照れるんですよ、いつも運営から何まで。ありがとうございます。一つでもあの本当にチームのためになれればと動いているので、これからもよろしくお願いします。何の動画やね、何の動画。俺ちょっと上げられた、ちょっとよいしょされた感じ、よいしょされただけで終わりましたけど、何なん今の動画は。はい、最近は結構僕は調子はいいです。いろいろやってるんですけど、あのこの短時間では話しきれないんですけど、
すごいいろいろやって調子がいいです、はい、何にも教えてくれないやん。あ、まあまあ前澤くんも YouTube やってるからね、詳しくはそちらでっていうことなのかな、まあ、最近陸上選手のね後ろさんとコラボして結構トレーニングしてる姿見てるけど、やっぱりそういうのがねフィジカル面でいい影響を与えて結果パフォーマンスにも生きてるのかな。ぜひですね前澤くんの YouTube チャンネルをご覧ください。クニさんインスタとか見てるとねやっぱりすごい走ってますしね、こうフィジカルをねこう年齢に抗って鍛えようっていうのがすごい伝わってくるんで、僕も負けてられないなと思ってるので、ちょっとスプリント対決したいですね。 100m とか の陸上のトラック借りて走りたいなと思うのでやりましょう。なんか挑戦状を叩きつけられましたね。前澤君とは6校差かな、結構ね年齢の差はあるんでハンデをもらわないといけないですね。で実はね自分ちょっと確かに走るのがすごく好きで、マスターズ陸上もねちょっと出てみようかなって思ってたんですよ。ちょうど35歳ぐらいからがマスターズ陸上の出る資格があったと思うんですよね。でマスターズ陸上は確か 60m 走があるんで、 60m 走とかちょっとエントリーしてみようかなとか思ってたところだったんで、本当にちょっとやりたいですねその陸上トラックで。ということでメンバー全員ではなかったのかな、まあまあ試合前アップの前に撮った映像なんで、まあ限られたメンバーしか撮れてないですけど、まあクーリンズのね近況がこうやってね動画を通して知れたんですごい良かったです。まあできることはねしっかりとやりつつね、まあ感染予防して、まあ自分だったらやっぱり本当にマスクはねやっぱりねすごいね強力なものを調べては取り入れ調べては取り入れしてるんで、できる範囲でやっていって最大限ですね野球を楽しんでいきましょう。もう早く戻ってきてくれ、もうほんと寂しがり屋のクーニンと一緒にずっといてくれメンバー。ということで今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。